はい、坪添正です。朝まずめです。10月になりましたということで、ちょっとフィールド調査的な感じでやっていこうと思います。とりあえずこれね、羽ちょっと羽でチェックしていきましょう。アベンタ RSR、 ちょっと水温とかも測ってないですけど、まあ、そんなめちゃめちゃ下がってないかなっていう感じはするので、羽がダメならレンジ下げてとかやっていきますかね。まあ、この時期結構何でもいけるんでね、場所場所なんで、ね、結局出たやん。そう、あんまでかくなかったかな。いや、おろおろおろ、あー、もったいねー、もったいなー、買い切れんか、無理か。あ、惜しい、惜しかったよあ、悔しい。まあでもやっぱね、出ますねこの時期は。あ、なんで乗らんかった今。あ、くっそ、絶好のチャンスでしたね今の。あー、うっそー、いやー、マジか。いや、結構悔しい。あー、いや悔しい、ちょっと悔しい。これで取れないの悔しい、さすがに。いやー、なえるけど、まあちょっと良かった、ちょっと興奮しましたね。まあという感じなんで、ちょっと引き続きこいつでやっていきますか。ゆうまずめ来ておりますが、行こうと思ったとこがめちゃくちゃ人がいて入れなかったと。で、今ここへ来ておりますが、小規模ですね、かなり。あんまでかいの釣れたことないんですけど、一応ね、春にでかいやつは確認してるんで、ワンチャンあるかなと思って、とりあえず羽で行ってます。今日日中ね、クソあったかかったんで、まあ、水温上がって、ゆうまずめちょっと落ち着いたタイミングって結構跳ねれたりするんで、やっていこうと思います。水質もそんなにめちゃくちゃ濁ってるわけでもないし、クリアアップしてるわけではない。まあ、春頃はね、クソクリアだったんですけど、まあ別に許容範囲かなって感じです。3匹クソちっちゃいのがチェイスをしてますね。親が来てくれ、親が。アベンタ RSR なんですけど、よう飛びますね、これ。飛距離がいい。そして、ガチャ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 しながら移動距離を抑えれるんで、まあ、そういうやる気のある魚とか、まあ、バズベイトの、なんていうんですよ、遅いバージョンみたいな感じです。まあ、もちろんね、スピードで騙せるとかはあると思うんですけど、逆にこれは、それのスピード感なくなしたバージョンなんで。まあいいんではないだろうかという感じですね。チェイスはなしと。さあ、どんどんやっていきましょう。で、まあ小場所なんでね、もう多分、たかたかってやったらもう、釣れちゃうんで、一発勝負ですね、こればっかりは。ほい、ほぼなしと。
さあ対岸側行ってみますか。の前に、まあ、投げながら置きもねやっていきましょう。もう多分できて30分ぐらいですね、この暗さなら。乗らんかったー、なんでやねん。もう一回出んかな、無理か。まあまあでかかったっすね今の。いい、なんでそうやろう。もうなんで乗らないんですか。まあまあ多分でかいですね、これ食ってくれるぐらいなんで。ちっちゃくはないと思います。取りたいよ。いやでもやっぱ興奮するな。悔しいけどやっぱりこの釣り楽しい。割とあれですね、岸際際というよりはそこだったんで、ちょっと離れた場所でも全然出ますね。ちょっと他のフォローも考えてたんですけど、なくていいかもしれんですね、これは。もう投げまくれ。 PE だからいけないのかな、伸びがないから。まあでもモートフッキングでいけそうな気がするんですけどね。いやちっちゃいバスがね落ちてきてるけど、絶対さっき出たやつは違いますとか、あんなんじゃないです。豆サイズではないと思うんで。久しぶりのとこですね。はい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 、なるほど。ちょっと全然わかんないんで調べますかな。こっちは岩の護岸とかになってるのか。なるほどね、やっていきましょう。ピナベイーグル初めの3オフで、うん、とりあえずシャローには全然魚はいないですね。まあ、水抜いてたりするとちょっと止まらんすけど。あー割と広いな、こんな広かったっけここ。あれ向こうから日が当たってるんで水質も結構良さそうですね。まあでもこの雰囲気的に水深もありそうなんで結構絞りにくそうですね。お、何今なんか当たったぞ。こいバイトとかいう感じではなかったな、多分。何か生物に当たった感じがしましたけど、あ、やっぱそうですね、なんか当たってます。ウィードもちらほらあるし、あ、池角には来ましたけど、なんか一箇所だけ謎のパッドが浮いてるんで、パッド周辺は稲部通しておきますか。ほう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 、なるほどね。あ、いる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 。あ、惜しい。今完全に食いましたよね。あーもったいな、食ったけどミスバイトだな。回遊しましたね今。あーもったいない。でもまあ好きなレベル悪くないんで、ちょっとこれで探っていきましょう。うわー絶好のチャンスでしたね今の。ちょうど巻いてる時にその後ろから回遊してきてアタックしたけど乗らなかった。なるほど、魚がいるのは確認できましたね。オッケーオッケー。ふう、マジか。
もったいね。さっきのは完全に価値ある一匹でした。でもまあパッと見そんなぐる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 回ってくるわけではないし、タイミングが当たったって感じですね。まあ、ああいうのも当てに行く作業になりますよね、秋になると。どうするか。はい、レベル低い。それでちょっとこの周辺を巻いていきましょう。水質がね、めちゃくちゃ透明度高いんで、この小型プラグは全然あるかなと思うんでね。惜しかった。よっしゃー。あ、バレたバレた。もうなんで最近こんなバラすんや。まあそんなめちゃくちゃでかくなかったけど、30センチちょいぐらいはありそうでしたね。あー、ちょっとターン気味なのか。あ、僕全然消えてないですね。まあちょっとあれだけで判断はできないけど、まあ急激な冷え込みというか、朝晩結構冷え込んでて、今日日中は暖かかったんで、まあ、そういう現象が起きてるでしょうね、多分。よし、食った。暴れた。サイズか。やっぱりリアクション気味ですね、かなり。そこら辺とかもね、なんかくっちゃねるんですけど、全くなんかもうその行きますみたいなモードがないんで、変にパカーンと浮いてるやつをどうリアクションで食わすかみたいな感じになりそうな感じです。うーん、厳しいな。うん、今もう魚が完全に僕に気づいてない状態でウィップ入れたら見に行ったんですけど、食わないですからね。まあ厳しいですね。やっぱ秋に入ったといえど今日もクソ暑いんで、日中ね、まあ午前中なんですけど、まだ日差しがじりじりという感じなんで、夏っぽくて、もうそのわけわからん感じで魚も混乱してるみたいな。ですぐたふってるっていう表現が一番しっくりくるかなと思うんですけど、まあそのやってみて、まあ結構いろいろ強気にやってみたりでしたけど、そのタフをすごい感じる。もちろんフィールドによって様々だと思うんですけれども、僕が行くところは基本的にそんな感じになってます。なんでタフなんだったらタフな釣りをしようと。それでレベルカット。ノーマルですね。ラインは10ポンド。ウェイトフィネスリーですね。まあ、早巻きで仕掛けてもいいけど、早巻きよりはちょっとトロトロさして巻いていくっていう感じでやろうかなと。まあ、状況見つつ早く巻いたいいところと、この小技がね、引かせるようなクランクと結構近いところはあるんで、そういうところ生かしつつやっていこうかなと思います。おー、食った。
ずい、このサイズ。すれかかりではないと思うけど、多分ミスってって感じですね。はい、はい、ありがとう。反応なしと。惜しかった。このサイズならね、全然いけるんですけど。やっぱりワーパワーでかくしてワンチャンかけるしかないのかな、でかいやつだったら。天気、青空、めちゃめちゃ気持ちいい。なんかすごい日は強いんで厚めなんですけど、基本的に涼しいんで釣りはしやすいですね。まあ湿度が低いというか、はい、そんな感じです。湿度が高い、湿度低いか。で、今日ね、ちょっとこれベロディ、ベローズスティックちょっと気になってちょっとピックアップしてたんですけど、ブレディですけど、ベルディね、最近なんかザップのねオフィシャルとかで出てるんですけど、ちょっとこれをねやって巻いていこうかなと思います。お、魚いるやん、ちっちゃいけど。おお、めちゃくめちゃくめちゃく、すげ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 これでね、これその要するに巻き展開したいけど、ちょっと他のじゃ強すぎるなって時絶対あると思うんですよ。それを、まあ、こういう高気圧とかねいう時にこのベロディがいけるんじゃないかなっていうことでね、ちょっとやっていこうかなと思います。はい、いきなりギルの猛烈アタックがあったんで、もう釣れるのはもう間違いないですけど、まあ、いざいろいろバイブレーションとかねクランクとかやってみたけど釣れないって人多分いると思うんで、それを今回このベロディでどれだけ反応できるかなっていうのをちょっとやってみようと思います。おお、めっちゃシェイズしてくるな。あ、これ食ってるんじゃないか。おい、食った。よし、おい、いいサイズ、いいサイズ。フォールで食いましたね。よし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 、抜けるなこれな。よいしょー、いい、ベロディフィッシュ、ナイス。